お、なんだなんだ、おい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 、見つけちゃったこんなところに。おーい、無名霊廟でしょこれ。絶対無名霊廟。うわ、東の無名霊廟だよ。行くか、東の無名霊廟くん。誰？羅刹！羅刹や！羅刹さん！勝負ですよ！俺の、お前刀を使うのか。だが、俺の火事台で、お前の刀を撃ってやろうじゃねえか。やばい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 。ちょっとこれ一回回復したいから吹き飛ばします。回復したいがゆえの吹き飛ばしです。いや、火事台がね、世界一強いんじゃ。いや、火力が高い、お前の剣。大刀みたいな、大刀な。いった。おい、これ、バックスターや。こういう時は、吹き飛ばしや。一旦、お前、エース頼むなら俺も飲んでやるからな、この野郎。よいしょ。一回かわして、あいつが攻撃振った後よ。こっちが振るのは。危なくないでーい！くそ。やばい。やばい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 。いや、いいいいいい。カニ食うよ、カニ。全然食う。おい、なんか戦技ブンブン中なんだけど。危なそう。戦技ブンブンマンがよー。こいつ。危ねえ。スタミナ一回全回復させて、もう一回ブンブンしてくる。その後、2、3、ナイス小林、大きい全面ブンパマン、決まった。羅刹、こいつマジ強靭高すぎるのが怖い。強靭高すぎブンブン丸一番怖い。羅刹の大刀みたいな、羅刹の、あ、ちょっと鎧が赤いんだね。羅刹の太刀、尋問を血の赤に染めた太刀、人を斬り食らう羅刹の獲物、肉を切らせて骨を断つ、強硬の武器であり、攻撃中反撃にひるみにくくなるが、火ダメも増えてしまうということで。だからこいつ全然ひるまなかったのか。専用戦技草刈り、スタミナが尽きるまで攻撃できるのか。こいつ通りでだよ。これか、ズン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 、やっぱズン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 が続けられたのか。ここにメッセージあるな。ここから入るのか、ひょっとしてここ。うわ、ずっと見逃してたな。こっからこっち行って、なんかこっちのルートたどれないかな。未だ見えてるここたどり着けねえんだよな。行ってみるか。やっとこっちから繋がっててほしいが、トレントならいける。小林いけるぞこれ。よし、こっちから回ってみようじゃないか、愛の選手権。おお、犬め、俺がラダーン前で見つけた、この、あ、いれ、小林気をつけろ。舐めるんじゃない、犬風情に。このダイナマイト小林が負けるわけがないだろう、愛の選手権。小林犬に食われる。小林気をつけろ。小林めちゃくちゃ、舐めるな犬ども、我がこの格闘術を食らうがいい。どーれや、あぶねえ。小林マジギリギリすぎる。お、これでこっちから探索していくのかな。トレントで行けば何も怖くはない。よーし、こっちから、あー、上から見えてたところだ。やっとだ。やっとだよ。おー、すいませんすいません、本当に何と言ったらいいのか、本当に申し訳ないです。いいぞ小林の格闘が。やめろー、火力を上げるんじゃない、我が格闘を食らうがいい。いいね小林、いや格闘気に入った。逆にエニルイリムだっけ、あれを先に攻略したのは良かったかもしれないな。黄金の子がここでゲット。ここ降りれる、降りれますか、ここ降りようと思えば降りれるだろう小林。あ、こっちから一回ジャンプ挟んで降りていくっていう感じよ。はい、回復を捧げよう。あげなーい、面白いこと言ってよ。面白いこと言ったやつには俺は高評価するから。でも小林のチャンネル面白くないじゃん、だからみんなあれだよ、登録してくれないんだよ。なんだろう、俺のチャンネルは世界一面白いんだぞ。そう、まあ俺はそう思いたいけどさ小林。いいから行くぞこっち、愛の選手権。お、ここから抜けられるのか。あー、ここ上にどうやら繋がってるらしいな。やっとこれで地図の見えてた、ずっと行けなかった場所行けるかな。よーし、やっとここまで来れたぞ。どこだここは。あ、ボニ村。ボニ村って何、ボニ村。
ボニムラ、ボニムラしてくる。ボニムラ、ボニムラってどこ。ボニムラ、ここか。ボニムラ、ボニムラいただきました。あー、これで多分こっちまで行けそうだね。イントネーション多分ボニムラなんだろうけどな。ボニムラ、おい、このボニムラちょっと探索するか。ボニムラ、おい、誰か壺ばっかだな。壺系の人たちか。誰か俺に攻撃してきてないか。おいおいおい、どうやって村の部外者は攻撃するんだな、お前たち。じゃあ俺も攻撃するからよ。お前らが最初にやってきたんだからな、この野郎。俺は許さねえぞ。いや、体術格闘家小林いいぞ。いや、マジ良かったな、最初にあっち行って。これ格闘手に入れてなかったら、格闘でこういうステージを DLC で攻略する様を言い過ぎじゃない。ボニムラ人口密度高いよ、ここ。おい、セレシエトしかよ、ここ。マジかよ、こいつ。おい、言い過ぎだろ、ここ。おい、人口多いな、大都市かよ。ボニムラ大都市説あるな、これ。何人いんだよ。だが何人相手であろうと、この私の格闘術の前では終わりだ、お前たち。やったぜ。いや、体術楽しすぎ。ちょっと体術なんだてめえ。誰だ誰だ誰だ。大坪さん、大坪さん、こんなところで研いでる。大坪さん、落ちてください。大坪さん、ちょっと待ってください。我が霧を食らえ、大坪てめえ。おい、あんまり調子に乗ってんじゃねえぞ、大坪。ほら、この野郎、出血しろや。大坪がよ。大坪さん、裸なの終わってるでしょ。小林も裸だった。終わってない。裸というのは清掃という言葉があるだろう。我が連撃くらえ。いいね、小林。いや、格闘に目覚めたわ、これ。いや、これでラダーンぶっ殺そうかな。いや、蹂躙されてたんだよな、格闘で行って、小林。ラダーンに。ちょっと、こっちで修行編だろ、小林、これは。お、どうした、お前。おい、悪いな。蹴り飛ばさせてもらう。お、なんだ、ここ。向こう側に行けるな、簡単に。あっちから回っていけば行けるんだな。こっちもステージあるのか。あっちにも吊り橋あるじゃん。お、ボニーの解体包丁来た。あの大坪氏、ボニーってやつなんじゃない。あれがボニー村か。あのさっきのやつボニムラか。俺が倒したのは。この解体包丁とは違うのかな、ボニの解体包丁は。あ、専用戦技ハトギ。あれ、こっちは野蛮な方向なのか。そっか、ハトギってあれか、ダクソ3と同じ戦技か。きたー、チャギー、ハトギ。ボニムラッシュ、スーパーボニムラッシュ、ボニムラッシュ、ボニムラッシュ、スーパーボニムラッシュ。 HP 回復するね、ハトギした後は。いいね。一回こっちの方行ってさ、これ取りたいんだよね、地図っぽいやつ。ここだけ埋まってないの。マジキモいからな。これこっち、橋落ちないよな、これ。なあ、大丈夫だよな、これ。さすがにね、落ちるわけがないんだよ、これ。よし、丁寧なフラグを作ったが、フラグは回避していく。ん、なんか牢屋が捨てられてるってことは、この辺ありますね。匂いますよ、牢獄の匂い。サソリの匂いです。牢屋あったわ、ここに。はい、突入。牢屋ありました。お、ボニの牢獄。お、ボニ村封印されてんじゃないか、ここ。ボニ村、また来るわ、ボニ村。先この辺探索してから、後で一気にやりに行こうよ、ボニ村。ここは これで終わりかな。こっちはもう道ない、道ないか、これ。ボニ村道ないじゃん、これ。こっち、ここで終わりじゃん、ボニ村。おい、なんかめちゃくちゃいたずらされてる石像みたいになるぞ、これ。母よ。お、誰だよ、この頭にメッセージ書いたやつ。もうこいつはもう獅子舞の頭をつけて遊んでるやつがいるな。小林、母よのジェスチャーです。キノコの前でキノコと一体化する男。母よ、ゲットしたな。おい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 、あるね、礼拝ゲット。大坪さんがいっぱいいる。待て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 、大坪さん大量発生してるんだけど。大坪さんたちがやばい。めちゃくちゃいるが、大坪さんたち。アイテムゲット。おい、大坪さん悪いな、この日々大坪もらってっていいかな。まあ、もうもらっちゃったんだけどさ。
大坪さん、ダメダメ、人前で研いだら。よし、大坪さん、火がでかすぎるよ。そんな風に研いでたのさ。よし、じゃああとは、もうここの橋渡っちまうか。一通りアイテムも取ったことだし。よし、突入。ほら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 。さて、こっちから回っていけば、きっといいことがある。あ、ボロ屋みたいのあるな。おい、なんかアイテムねえか。ボロ屋には決まってアイテムがあるもんなんです。おー、歯のムチやばすぎやばすぎよ。ちょっとさあ、おとなしく壺に入りなさい。何の話をしてるんだお前。お前たちは巫女なのだから、そのために生まれてきたのだから。怖いよこの人。歯のムチ、毒状態を蓄積する。醜い歯を不揃いに並べ埋め込んだムチ、汚れた歯はあらゆる雑菌にまみれており、その歯傷には猛毒が蓄積する。やがて傷はジュクジュクと生みただれ、巫女たちは他の肉とよく馴染んだという。ええー、ちょっとこれやばいって。壺の中身ってそういう小林、これスクープだって。おい、歯のムチ、こんなやべえものが存在していいのかよ。これね、巫女たちがなんかぐちゃぐちゃにされて心臓くんになってたってこと？マジかよ、恐ろしいな。アレキサンダーとかの中身もこんなんじゃないだろうな、まさか。おい、恐ろしい村だな、このボニ村。おい、ボニ村、どんな村だよ、ここ。お、あれ、祝福じゃねえか？おい、ちょうど欲しいと思ってたんだよ、祝福が。よーし、祝福、ゲット。どうだぞと。ちょ、後ろがねすごいことになってるんだけど、何やら塔教会みたいのが見えてきたのと、あっちにも行けるし、マップで見えてるのなんかでかい建物。ん、祝福さん、あ、祝福さんあるやん。見逃すところだったわ。よーし、じゃあここの祝福は何ていうのかな。あー、教区街道、なるほどね。てか、その歯のムチキモいからしまってくれないか、小林。間違えて聖杯飲んでる。じゃあとりあえず近場のこちらから寄ってみましょうか、小林さん。ここは、あー、魔術師とナッツ、ラバスの魔術師とラバス、うん、テララバス。誰か敵とかいるかな。いや、謎解き系じゃない。任せろ、愛の選手君。私の IQ は5億あるからな。5億あるっていうやつの IQ 大体2ぐらいだからな。隠し扉かね。いや、これは私は騙そうとしている。本当に隠し扉だった。あ、これ。なるほど。これで、霊キュリーの封印が解けたと。お前たちのメッセージ、なかなかだったよ。この先、隠しミスがあるぞ。しかし、嘘つきに注意しろ。攻撃の時間だ。そして、ジャンプの時間だ。なるほどね。なるほど、なるほど。ま、両方評価しといてやるか。俺は優しいからよ。小林、優しい。ああ、これでね、巨乳 JK が見てたら俺の評判が上がるからな。その発言で評判が下がるよ小林。レバーが動かない。動かないなら降りる。多分外にあるんじゃないか、霊気流が。あれ、霊気流なくね。あった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 、あるじゃねえか霊気流。これで上までじゃーん。おお、どこ。ふざけんなよ、それは。ふざけるなよ。どこに乗りゃいいのかわかんねえよ。ボニムラー、どこに乗ったらいいかわかんねえぞ、ボニムラ。ボニムラ、ボニムラさん。おい、ボニムラわかんねえよ。奥か、ボニムラー。あ、そっちか。あ、ここやん、絶対。もう絶対ここやん、ボニムラ。それはそう。あ、で、宝があるね。何があるんだろう、魔法かな。何ですかこれは。ラバスの大砲来たー、小バスさん。小バスさんって言うなって。小林、大砲は使わないと。そうだな。うんーで、あ、あっち行こう。あの、アノールロンドみたいなのが。あそこ行こうじゃないか、愛の選手君。じゃあこれ上から作動させておけばいいね。筋力足りるかな。大砲来た、大砲来ちゃ、あ、筋力があんまりなくても持てる。筋力があんまりなくても持てる分、ちょっと技量が必要なんだね。魔力大砲じゃない？魔力ダメージ入ってるけど。おい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 。
大ボルトを打ち出す、壺大砲の一種、魔術技師ラバスの手になる、一品、方向に配した奇跡の力により打ち出すボルトに魔力攻撃を付与する。またそのボルトは対象に向かい誘導される。強くない？強くない？ラバスの大砲。いやー、小林いいもん手に入れたな。おうよ、これさえあればもう俺は無敵ってわけ。ちょっと大ボルト用意して。爆破大ボルト、これで行こうじゃないか。愛の選手くん、さあどれどれ、試し打ちの時間だ。おい、誰か試し打ちの的になってくれるやつ。お、亀ならいいな。亀なら撃っても死なねえだろ。小林まずいよ、キックが出てる。ほら、おお、いいね。まあ無強化だから火力はこんなもんか。あ、ひどい。小林なんというひどさ。おお、でもいい大砲見つけたよこれ。まあこれならな、小林の捨て筋力30でも持てるからな。で、あっちの奥のルート、あ、ここから城入んのか。城の入り口はもう一個あるっつってたもんな。こっから城入って、上、あとこっちに指遺跡っぽい方も行けるのと、まずは何やともあれ、こっちのあのオールロンドゾーン。あ、お前なんかリエニエ歩いてたやつやん。リエニエ歩いてたやつも徒歩で通っております。ってことは魔法の学校ですか。学校っていうか教会みたいな感じかな。おうおう、すごいなこの大聖堂みたいな。敵いるこれ。いや、ボスはいないよここは。まあ、ボスとかいない、そういう感じの世界になってる。あ、いいねいいねいいね。マヌスメテルの大教会来たぜ。マヌスメテルの大教会広いな。大教会、さすが大教会だぜ。これアイテムだと思って近くで三角めちゃくちゃ連打したわ。はーい、はい、お邪魔。マヌスメテルの大教会。おい、ここ開くか。邪魔するぜ。よいしょ、俺の筋力30の筋肉を見ろ。ほら見ろ、背中に鬼が現れてるだろう。現れてないよ。ただただ赤い背中があるだけだよ小林。あ、暴力禁止ゾーンじゃんここ。マジかよ、暴力振るいて、暴力禁止ゾーンだここ。あ、なんだこいつ、なんかロード画面であったな。この背景とかでなかった、ロード画面。ロード画面でこういう背景みたいなやつ見たことあるよ俺。おう、訪問者など久しぶりのことです。私はユミル、ようこそマヌスメテル。お前一人でここで座ってたの、寂しいやつだな。心から歓迎いたします。さて、このような捨てられた地では出会いは幾何のようなもの。お前友達いねえだろ。せっかくのご縁があったのですから、私からあなたに心ばかりの贈り物をさせてください。贈り物？穴石のネックレス。指にも穴はあるんだよな。遺跡の地図、あ、これで指遺跡やっと行けるようになったのか。遺跡の地図を手に入れました。インベントリーから確認してください。お渡しした地図に記された場所に神秘の遺跡があるといいます。その遺跡にあるという釣り橋を、釣り金か、そのものは運命に導く。ちょっと話が早い、ちょっと待って。私はただ助けになりたいだけです。いかなるものであれ何かのために戦う。いえ、語らずとも分かります。ちょっとお前話、愛の選手くんの読み上げが間に合ってないから。あなたもきっとそうなんでしょ。よく分かんないけど、そうだよ、もう一回聞かせてくれ。どうされました？神秘の遺跡の地図はお渡ししたはずですが、もしや私に教えを請いたいんでしょうか。分かりますよ、何かのために戦う人は貪欲です。力に、そして真実にね。お、魔術学べんじゃん、なんかくれよ。私も奇跡の魔術師です。星とその生命を探求しています。あなたはご存知でしょうか。人は皆かつて彼方の爆発から生まれた星屑なのです。何オカルト、こいつ。我々また大いなる意志の子供たちなんですよ。けれど悲しいかな、誰も彼もがそれを理解しないんです。小林どこ見てんの、ちょっと上見てない、この辺見てない小林。あ、この顔俺ハマるんだけど。見てくれよ小林、何これ。なんなんこれ。あ、そうです、ここでは足元に気をつけてください。は、どっかで坊やが遊んでるかもしれませんから。は、なんだよ坊やって、ぶん殴るぞ。なんだこいつは。挨拶など不要だ。私はただユミル教の意に従うだけ。貴様には何の興味もない。おい、興味ないね。だが心しておけ、ユミル教のご好意を裏切るな、たとえ何があっても。知らねえよ、行け、話すことなど何もない。
おい、小林アンチかよ。てめえ、ここ暴力禁止エリアじゃなかったらお前、ぶん殴ってるからな、俺は。穴指のネックレス。いくつも穴の開いた青白い、細長い石のネックレス。神秘の遺跡にあるという、釣り鐘を吹き鳴らせるようになる。ユミル教は言った、釣り鐘を吹き鳴らした者は、その運命は輝く星に導かれるのだと。ということで、これが地図かな。うん、薄い汚れた、簡易な古地図。大司教ユミル教から渡されたもの、神秘の遺跡の場所が記されている。私はただ助けになりたいんですよ。怪しいな。どこだよこれ。ああ、そういうことか。ここね、ここの場所を記されてるわ。いや、雨降ってんじゃん。お前の選手君別日にしようよ。ダメダメダメ。小林行って。よし、再びこの地に戻ってきたぜ。小林、じゃあ早速やってみようぜ。どうすりゃいいんだ。あ、来た来た。釣り鐘を吹く。え、小林、わーしろよ、わーわーしろよ。小林、うるさくなれよ、エーゴンのように。あ、黄色種子のタリスマン。え、これだけっすか。すいません、なんかあるとかじゃなくて、これだけ。え、あ、まあまあいいんだけどさ、嬉しいよ、嬉しいけどさ、なんか別の場所に転送とかそういう感じではないんだね。回復が上がるんじゃない？聖杯瓶の回復を大きく高める。強いよ。めちゃくちゃ強いけどさ。ん？あ、こんなもんすか？そうっすよね。いや、俺もそう思っちゃうところっす。なんかでも、てっきりどっかに飛ぶかなーって、ちょっと期待してた自分がいるっすね。正直。おい！どっかに俺を連れてけよ！小林、無茶言うなよ。いいじゃねえか、強えタリスマンが手に入ったんだから。おい、こんだけ壮大な遺跡があってさ、タリスマン1個って俺納得いかねえんだよ。おい、ババア、なんかタリスマン取れたか。ああ、あなた。私には聞こえました。あなたの吹き鳴らした神秘の音色が。また今宵はなんと素晴らしい星空なんでしょう。まるであなたの輝ける運命のようではありませんか。さあ、私からあなたに。え？ああ、地図2枚目。でも分かってるからな、言うて。何これ？愛しき星屑。お前腕怖えよ。遠慮なさることはありません。私はただあなたの助けになりたいんです。輝ける星の導きがあらんこと。おい、助けとか言っといて。こいつ、何？この世界についてとか。なんか話が壮大になってきたけど大丈夫？黒鎧の騎士について。ヨラーンにお会いした。あなたに失礼がなかったら良いんですが、あの子はかつて不幸でした。だから、他人に辛くことがあるんですが、悪い娘ではないんです。本当かよ。あれも、あれの妹もとてもいい子なんですよ。あそこに立ってた小林アンチの話か。この世界について、あなたも、目の当たりにしてきたのではないですか。黄金人の世のなんちゃかかんちゃか矛盾、人のろかさと、なんちゃかの苦しみ。愛の選手君ちゃんと漢字読んで。なぜこれほど救いがないのでしょうか。悲しいかな。その答えは明らかです。最初から壊れていたんです。狂っていたんですよ。マリカが、彼女を導いた指たちが、私は、それをこそ憂います。人々がいかにもがこうとも根本的が、何ができるはずもありません。おい、これめちゃくちゃ強いじゃないか。魔術と祈祷の使用速度を最大とし、火だめも増す。いや、いいじゃんこれ。最大となったら P の神速の怒りが打てるようになるよこれ。これ1枚目とは、別の場所が記されている、まあ、これも見えてるからね、地図で。言うてここですから。まあこっち入ってこっちの方で出れて、なんやかんやって、でこっちから向かうんやろな。まあまあまあ、でもさ、ちょっとまだここが見つかってないの、ちょっと終わってるんだよな。探索が足りてなさすぎる。ワンチャンこっちとかから行けないっすかねこれ。貴様、それはまさかユミル教が託されたのか。当たり前だろ。今日は貴様を認めたのだな。ならば私も認めよう。私はヨラン、貴様の夜と思うがよい。は？お前のところにはもう二度とヨラン。面白かった。やはり縁を切ろう、聞こう。だから勘違いしないでよね。貴様と慣れ合うつもりはちっともないんだからね。ただ弓の教の意図に従うだけなんだからね。おい、かわいいやつじゃないか。もう行け。よし、小林、次はこっちから多分城ん中方面、もしくはこっちの方行けると思うから。行くか、小林。さあ、行こうじゃないか、愛の選手くん。
ここから城に入れるといいんだがな。おいおい、なんだ狼どもが。私はな、貴様らと構ってる暇はない。どいつ小林行くのか。一人ずつかかってきなさい。小林、私は格闘家、こんなところで引くわけにはいかないのだよ。いで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 、待ちなさい君たち。ちょっと待ちなさい。寄ってたかって一人の人間を何だと思ってるんだ。私をあまり舐めない方がいい。いや、これ蹴り2発で倒せないのか、両手持ちバージョンだと。この体当たり、肘、蹴りからの肘がいい。この蹴りからの肘当たらない。おい貴様れ、おい貴様にはこれをくれてやろう。くらえ魔術キャノン。わあ、これ強化してないから、小林強化してきたらそれ最強になる。青く光るのがいいね、魔法で。よーし、こんなもんか。あいつらのアイテムはいらん。突撃ー、突撃ー。さーて、誰かいる？うーん、誰もいないね。あ、でも馬で駆け抜けられるんだ、ここ。おい、なんか逆に見逃しそうだな。何か横道があった場合、まあそういう時は誰かがメッセージで助ける。助けて、なんか明かりが順々についていくぞ、これ。私は導かれてるのか。これ罠かもしれないぞ、愛の選手くん。気をつけていけ。これで城に、また別のところから、あ、ここからは、残念ながら徒歩で行かなきゃいけないらしいぞ。あ、祝福あるじゃん。はい、お邪魔と。影の城ですか、ここは。はい、こんにちは、ワンダフル。あ、教区入り口。あー、なるほどなるほど。影の城、教区。ほう。今まではずっとこっちの方しか探検とか探索してなかったけど、これでやっと教区の方だね。こっちの方が見れると。それじゃあ小林、この影の城教区攻略してくれるか。小林やってくれるみたいです。ミケラのリング、さあ行くか。愛の選手権、手始めどこから行く。これ下は落ちても平気なのかな。